いい子にしてた？いい子にしてたみたいだね。えらいえらい。ちゃんと言いつけ守っていてくれたんだね。勝手に抜き出したり、どっかに脱走したりしないかなって思ってたんだ。だって君賢いでしょ？賢いからこそ抜け出さなかったのかな。その後のこと考えると怖いよね。でも安心して。好きだから変なことはしないから。この鈴の音何かって？これ君の首輪だよ。あれ、買われたいって言ってなかったっけ？あれ冗談だったの？そっか。なら解放してあげてもいいよ。どうぞ。あれ？なんで行かないの？もしかして癖になっちゃったとか、新たな性癖発見しちゃったとか。 まあいろいろあるよね。思ってもいない方向に行ってしまうことって人生多いからね。昔はカチッとしていた人が実はとてつもなく遊び人だったりとかあるからね。いいよ。じゃあここでゆっくり。はじめは優しくしてあげる。ざわ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 。頭ぼーっとしてくるね。あったかいね。体が振り合ってるんだから当然だよね。あったかいよね。最近寒いからね。ほら、あったまって。買うって言ったけど別にひどいことするとかそういうわけじゃないからね。そもそも買うっていう行為はちゃんとその人のことが管理できなければいけないからね。それができないのはただの虐待。ネグレクト。僕そういうの嫌いだから。買うんだったら相手が満足して。あ、つおかしくなっちゃった。 買うんだったら相手が満足してこっちも満足する。それが本当の
相互依存関係、飼うってことなんじゃないのかな。ペットとか飼うとき癒しを求めて飼うんじゃないかな。かわいい、かわいいから癒されたい、癒される対価として餌をもらう。別に僕が君にあげるときには餌なんて言わないけどね。そういうのが好きだったらほら食えよとか言えるかもしれないけど、それともお手、おかわり、伏せ、よし、完全に犬じゃな、犬じゃないか完全に犬もしくは猫。でも飼われるんだったら犬の方が正しいかもしれないね。なんとかの犬みたいな、例えば資本主義の犬とか。ああ、資本主義の犬っていうのはお金に目がくらんでしまったり利益ばっかり求める人のことを言ったりするよね。まあ主戦度にも近いかもしれないね。ちなみに主戦度は守るに銭に、奴隷のと、お金の奴隷ってことだね。こんなところで奴隷つながりができるなんてびっくり。言葉遊び。でもつくづく思うけど、ヤンデレの定義って何なんだろうね。誰かをひどく痛めつけたりすることがヤンデレなのか、それともおいちゃんとしろよみたいな感じで追い詰められるのがヤンデレなのか、それともただただ甘やかして相手を快楽づけにするのがヤンデレなのか、その人によっていろいろ違うよね。僕は暴力とか嫌いだから、優しく相手を手なずけていくとかいいんじゃないかな。こんな風に君がまどろんでしまうような気持ちよさ。正直なところ僕のやり方ってタチが悪いかもしれないね。相手が依存してしまうから。でもこれは僕のやり方だからね。僕は無理やり相手を叱ったりとかそういうの嫌いだから。無理に叱ってしまって本当に使い物にならなくなってしまったらどうするんだい。いけないよね。事実だけを突き立てる。まあ正しいことなのかもしれないけど、その人にとっては間違っていることも多いよね。だって現実見たくない人も多いんだし。ね。君がここに来てるのもなんか理由があるんじゃないのかな。家族が嫌だ。友達が嫌だ。仕事が嫌だ。学校が嫌だ。何かに所属しているのが嫌だ。SNS でも嫌だ。だからこうやって依存してしまう。違うかな。まあ今だけはゆっくりできるから、今くらいはゆっくりしていきなよ。ゆるーい監禁、束縛、どうかな。こういうのも心地いいんじゃないかな。主に心が、そして体が。
気持ちいいね、気持ちいいね。でもリラックスもしないといけないよ。今だいぶ追い詰めちゃったから、軽く深呼吸少しだけしてみようか。はい、吸って吐いて、吸って吐いて、はい。あとはまあしたければすればいいよ。続きは自分でセルフ深呼吸したい人はして、したくない人はゆっくりして、ご自由にどうぞ。さわさわ、さわさわ、なでなで、なでなで。ここ気持ちいいでしょう。頭の後ろ、首の根元、付け根、上に、下に、上に、下に。この辺りは眼精疲労を取る効果があるから温めたりするといいよ。強くはもんじゃダメだよ。下手に強くやりすぎると体おかしくしちゃうから、ほどほどに優しく。Boom.
し続きをやってほしいんだったら、いろいろと関連動画とかあるかもしれないから、自分の再生リストとか作って繰り返し聞いてもいいかもしれないね。めたい発言だって。こういうの大事。じゃあね。良い夜を。